本日はアイブロウ、アイライナー、マスカラ、一番機能性の高いコスメを探していきたいと思います。アイブロウです。ビセリシアアイブロウパウダー BR の4です。対するはこちらです。チフレアイブロウパウダー OR10 番。どちらも新作やで、パウダー対決でございます。月いい、ちっちゃいブラシめっちゃ月いいですよ、うんうん、思ってた以上のパフォーマンスですね。なんか、うんうんうん、しっかりこう乾いた肌にもピタって密着するような感じがありますね、うんうん、寄ってもらえると分かると思うんですけど、あんまり綺麗に均等に粉が乗らない。でビシの方はあのこっちもちゃんと色は乗るは乗る、うん、そうですね、かわいい色、すごい可愛いですよね、うん、垢抜け眉を作るとしたらすごくいい色だなって、うん、ビセがこう仕上がりがあんまりムラなく綺麗にできて4です。チフレが2です。2、おぉ、はい、なんかやっぱりちょっとムラ気になりますよね。うん、じゃあ検証していきましょう。はい、よいしょじゃあティッシュ、水、皮脂でやっていきます。はい、はい、こすります。ほい、あ、割と、うん、チフレの方がちょっと揺れてる感ありますね。うんうん、リサはそんなに気にならない。では水いきます。うん、真ん中です。よいしょっと、あ、チフレがチフレがすごい取れましたね。いないですもんね。ビセもビセでビセもビセでこうリッと取れましたねこんな取れるんですね。あー、汗かいた。ちょっと時間経ったな。よいしょ、チフレです。はい、ビセです。はい、チフレの方がやっぱりそうです、うん、すごい落ちてる。チフレが星1ですでも、あ、でもそんなにか。3で、はい、セザンヌ超細芯アイブロウです。で、対するはこちらエテセアイエディションのブローライナーです。かわいいね。あ、時間がないとかす戻るんですよね。戻ります。エテセさんの方は何よりこちらにブラシがついております。だいぶ本当に細いあのタイプのアイブロウなので、なんかない部分を描き足すっていうよりかは、なんかこうちょっと抜けてるところを足してあげるとか、そういうところにすごくやっぱり使えるっていうのと、シャ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 って毛流れに沿って描いていくだけで自然な眉ができるっていうのが超細芯アイブロウの本当にいいところかなって思います。楽だな。パウダーってなんかブラシ変えたりしなくていいからさ、うんうん、ペン先が三角形になってるから書き足したいところとあんまり書き足さなくていいところの塩梅がすごく調整しやすいっていう。なんか両方いい感じじゃないですか。ね、両方かなり自然ですよね。うん、ナチュラル、すごいナチュラル。じゃあ、エテセが5です。スザンヌも5です。一応じゃあ、これ対決。カカカカカ。どこいしょー。セザンヌ。エテセめっちゃすごくないですか。エテセ強いね。はい、どうぞこちらでございます。あー、なるほど、こずれに弱かったんですね、セザンヌさん。お水いきます。よいしょっと、セザンヌあ、結構ついてるんですね両方。えぐく落ちてしまいました。なんかもうこっちに関しては結構もうほぼすっぴんですか。いや、ほんとそうです皮脂だよー、皮脂だー、皮脂だー、まあ、皮脂は皮脂かっていう。眉尻落ちちゃうの結構辛いよね。そうですね。セザンヌです。まあ、ここに関してはもうちょっと頑張れば寝れるぐらいのすっぴんになれますね。エッセが2です。セザンヌが、こちらは星1です。なんかいないですよね。じゃあティッシュ、水、ホホバオイルでやってみます。はい。シャー。エッセとセザンヌが割とちょっと強かった。うんうんうん、じゃあ水つけたティッシュで拭っていきます。シュー。え、どれも強くない？本当ですね。これで拭っちゃうぞ。シュ。みんな消えた。セザンヌが4。エテセさんは星3です。チフレさんは星2です。パウダーがちょっとね、やっぱり擦れには弱いかなっていう。こちらでございます。チフレリキッドアイライナー SA です。バーガンディっぽい色です。筆を液体につけてしごいて描いていくタイプ。キャンメイククリーミータッチライナーの07番です。バーガンディの色で、こちらは繰り出しタイプのちょっと固めのアイライナーになっております。
折れます折れます。描きやすいです。色も割と比較的のりやすいかなと思ってます。やっぱりちょっとペン先が当たると若干目の際の方が痛いかなって思うので、ポキって折れないように気をつけてほしいなって思うので、4カチぐらいで止めてあげた方がいいかもしれないでペン先が本当になんだろうな、細いので、こう目尻にした時にすごい綺麗に細く線が描けるっていうのはあるかなって思いますけど、うん、キャンメイクが4です。色が色かわいいし、こうちゃんと密着するし発色してる。シフレどうしようかな。3で乾いたらすごい綺麗な発色なんですけどね、うん、乾くまでが大暴れしてくるからこの子は。ティッシュいきます。落ちてない。あ、ちょっとチフレがついた。先生あらまあ、なんか修羅場迎えてますね、うん、目頭の方がちょっと弱い。今までの中だと一番チフレさんは落ちていませんでした。皮脂に非常に強いということが分かります。以前のアイシャドウ選手権の時にキャンメイク皮脂強かったから、うん、シリーズ的に皮脂に強いようになってるのかな。キャンメイク4です。チフレはじゃあ2で。スザンヌのスーパーシャープアイライナー EX 筆タイプのリキッドのアイライナーになっています。で結構ペン先がかなり細い。続いて対するはこちらも有名ですね、ラブライナーリキッドです、うん、ラブライナーの方がグレージュ系の黒になっているので、うんうん、なんかあんまりこう目力自体がものすごく強くなるっていうタイプのものじゃない。まぶたのシワにきちんとフィットしてくれるので、なんかよれたりせずにしっかりと描きやすくアイラインが引けるなっていう感じがします。あんまりなんかキリッとしすぎない感じに仕上がりますよ、うん、スザンヌの方がさっき言ったようにペン先がかなり細いので、まあ、こっちの方がかなり黒め。スザンヌが5です。やりやすそうだったのと、うんうん、色の発色がいいです。でしょうかな。ラブライナーはじゃあ4で、色も黒すぎるのが嫌な人はいいのかなっていう。よいしょー、おーすごい。全然取れてないですよ。ほんのちょっと取れた。なんかちょっといるみたいな。スザンヌは全然取れてないですね。皮脂に強い、そんな取れてないよ、こっちだと。ちょっとよりは気になりますけど、別になんか全体的に結構踏ん張ったのがセザンヌ。ちょっと目尻側が弱いかなっていうのがラブライナーですかね。ラブライナーが3です。綺麗に消えるんですけど、保ってはくれなかったかなっていう。セザンヌが 4.5 です。チフレのマスカラボリュームタイプ RD03 ワインレッドです。パープルとレッドの間のような色味 で目元をちょっと垢抜けさせたいみたいな時にかなりいいかなっていうのと、パープル系メイクだったり赤系メイクとすごく相性のいいような感じのマスカラになっています。キャンメイククイックラッシュカーラー ER03 番です。クイックラッシュカーラーリニューアルして10月の下旬に発売する新作のものになります。色味としてはかなり茶色、ブラシがかなり細いタイプになっていて、必要最小限の量をしっかりブラシに取ってくれて塗りやすいっていう感じのものになってるかなと思います。マスカラの液自体がかなりシャバシャバしている、ダマにならずに塗りやすいっていう、かなり伸びる。本当だ、めっちゃ伸びた。うん、ミサの場合だと結構ボトルも大きめで、こう開けた時にしっかりブラシに液体がついてくれるタイプになっています。なんかダマにならずに一本一本ちゃんとマスカラをまんべんなく塗布してくれるっていう感じがあるので塗りやすいなって思います、うん、目元が紫カラーに若干なって綺麗に発色してくれるっていう感じに、うん、伸びるのはキャンメイクかな、うん、ボリュームが出るのがチフレかもしれない。じゃあキャンメイクが5です。これしっかり伸びてるし、チフレさんも5です。毛の一本一本が綺麗になったのはこっちかなと思いました、うん、はい、じゃあすぐ乾くかどうかでティッシュやっていきます。はい、両方別に乾いてますね、うん、なんかチフレの方がダマが増えたかもしれない。ほんの斑点みたいなのがポン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 ってついちゃったのがチフレさんの方ですけど、うん、なんかそのまつげこんにちはっていう感じは全くないかな、うん、キャンメイクの方がここの下の方がダマになったりとかボロボロ取れてきてしまったりとか全くなくて、茶色の目元がまだしっかり維持されてるなっていうのは思う。まつげに負担かけてさ、メイク落としたくないじゃないですか、うん、クレンジングウォーターで1回シュッとしただけでちゃんと取れるかどうかっていうのをやっていきたいと思います、
ここら辺にやっぱりちゃんと取れた跡とかはあるんですけど、うんうん、こう上を向くと特に根元のあたりとか茶色のマスカラが残ってる感じがあります。比較的両方取れたかな。インテグレート松井区ガールズラッシュお色気ロングミニ BK999 です。対するはこちらですね、クリオキルラッシュスーパープルーフマスカラです。かなり大きくって大容量のマスカラになっているのと、実はブラシが小さめになっています、うん、本当に若干なんですけど繊維が入っているのでしっかりまつげをボリュームアップさせて伸ばしてくれるようなものになります。塗りながら形を整えていくっていうよりかは最初の一塗りでちょっと上の方に持ってきてそれがそのままピタッて密着するようなタイプのマスカラになります。こういう感じでカーブしているところとまっすぐ縦に伸びているところと2面あるので、なんかどこの面を使ってもすごく塗りやすいしまつげを伸ばしたい方向に伸ばせるっていうようなタイプのマスカラになってるかなと思います。結構全然違う。まずインテグレートの方が4でボリュームがすごい出てバサって感じのまつげになっていいんですけど、なんかブラシ大きいので塗るときに不器用な方だといろんなとこついちゃいそうだなと思います、うんうんうん、クリオが5です。ブラシが小さくていいなと思いました。乾いたかな。今回のメンズはみんな早いですね、うんうん、いきます、はい、こっちのインテグレートの方が若干取れてるんですよね、うん、インテグレートに入ってる繊維が本当だ、あの目の上だったりとか目の下だったりとかにちょっと散っちゃっているので、ただちょっと黒い点点点がクリオもインテグレートも両方いるっていうような感じあります。インテグレートの方がしっかり落ちた。クリオが全然難しかったですね、うん。実際に数時間置きます。下がってくるのかな。で結構キャンメイクがちょっと真ん中から落ちちゃったんですよね、うんうん、チフレが割と根元からガクッと落ちちゃった。クリオとインテグレートは比較的どちらも綺麗に残ってくれております。インテグレートめっちゃ綺麗ですね。さすが松井区ガールズラッシュ、キャンメイク、チフレ、クリオ、インテグレート、ティッシュ、お水、皮脂。皮脂関係あるか。ロロ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 ロ、クリオ強い気が。強いね。キャンメイクもちょっとだけ落ちてるって感じですよね、うん、あのまあインテグレートさん撤退されました。インテグレートさんホホオイルです。はい、チフレさんがすごく強い、うん、キャンメイクさんが、はい、2で落ち方がボロボロしてしまっているっていうのはありますね。そうですよね。チフレが3で、クリオさんが5で、これは結構最強だった。インテグレートさんは1ですね。水でいなくなっちゃうのはちょっと心配。アイブロウの第4位はドン、はい、チフレさんでした。が手での検証が星2、仕上がりが星2、統合評価が星1でした。まあ、色はすごい可愛かったので、うん、あとブラシもまあちょっと細くて使いやすかったけどちょっとムラになっちゃうというところもあったので仕上がりがちょっと低かったです。同率第2位その1が一手線、手での検証が星3、仕上がりが5、総合評価が星2、まあ、手での検証では良かったんですけど総合評価でちょっと星2。リセさんです。リセリセさんです。よかったらこの色すごい可愛いので皆さん使ってみてください。じゃあ第1位いきます。おめでとうございます。こちらでございます。セザンヌ、総合評価が星1。えあ、めちゃくちゃ落ちたんでしたっけ。うん、落ちがすごかった。仕上がりとその手の検証がめちゃめちゃ強かったので 1になっております。ハイライナー第4位にチフレさんです。やっぱりちょっと乾くのが遅かったのと何をしても落ちてしまったっていうのがちょっと残念なポイントではあったかなと。色はすごい可愛かった。第3位はこちらです。ラブライナーになります。仕上がりがすごい綺麗だったんですよね。黒だけどグレーだったので、うん、バッキバキの目にならないっていうところ。メイク、色がすごい可愛かったね、うんうん、落ちにくかったし、うん、仕上がりも可愛い。こちらとセザンヌ、
本当に最強に落ちなかったですよ。なるほど。黒のアイライナーをお探しの方はこちら買ってみてはいかがでしょうか。こちら群馬いきます。第4位ですね、インテグレートローソン限定のです。ブラシも大きくて塗りやすかったのと、あとはキープ力がすごくあったんだけど、いかにして持ちやすかったっていうところですね。続いては同率第2位でシムレーです。すごく仕上がりは綺麗で色も可愛かったんですけど、機能面だけちょっと惜しかったかなっていうところがありました。同率第2位はこちらです。キャンメイクでございます。仕上がりがやっぱ可愛かった。シャインでキメイクしたい方はぜひ使ってほしいなと思います。結構全部良かった。全部良かった。すごい満点です。すごい。落ちなかったし、仕上がりも綺麗だったし、伸びたし、ダマにならなかったし、一発じゃもうクレンジングで落ちないので、そこだけ気をつけてください。はい、